こんにちは、お絵描きマクナラクラブのアドです。本日人の顔の描き方についてご紹介していきたいと思います。こちらまあリクエストも以前あったと思うんですけども、人の顔の描き方、まあこのチャンネルではですね、花さん似顔絵をもう突き詰めている花さんと、このお絵描きをただひたすら全ジャンル研究するこのお絵描き研究アドの2人で構成されているチャンネルなわけですけども、今回は顔にフォーカスしてますので、これはちょっと花さんの似顔絵動画とも密接に関わってくる、部分がありますので、ぜひね、ちょっと皆さん今回は楽しんでいただけたらと思うんですけども、前回からね、空間の描き方の動画ばっかりで申し訳ございません。ただ空間の描き方の動画に関しましては本当に後々重要になってくるので、またご覧いただければと思います。はい、そしてこちらの視聴者様皆様に重大発表ということで、実際にお絵描きうまくなろうクラブの、リアルバージョンを開催させていただく形になりまして、今回皆様と一緒にリアルお絵描きうまくなろうクラブを開催したくご報告させていただきましたので、またこちらの動画ご確認いただけてない方、ぜひご確認いただいて、参加できる方参加していただければ楽しみにお待ちしております。なので本当にお絵描きうまくなろうクラブ、一緒にお絵描きうまくなろうとしていただいて、ご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ということで今回ここから本題です。今回僕がですね取り上げる内容に関しましては、こちらの最速キャラ描きのアニメ私塾っていうこの本をまあ見ていっているわけなんですけども、結局この本ね、高原佐藤さんっていう日本のコンセプトアーティストが紹介していたので買ったんですけど、 YouTube こちら YouTube にこの動画、この本の内容の解説されてる動画もあったんですよね。探したらそれを見たらもう買わなくても多分大丈夫と思います。で特にこの動画に関してはもう皆さんぜひご覧いただきたいんですけど、この動画からの発展系を今日ご紹介します。で顔の描き方の基本を取り上げるんですけれども、この動画ですね、アニメ私塾さんの動画のまあ要約と、あとはそこから僕自身が花さんと一緒にやってる似顔絵に適用したらじゃあどうなるかっていうのを報告したいと思いますので、顔の描き方いつも迷ってる方、そしてどうしてもねいろんなアングルから描いたりとか、このアングルからは難しいとか、パーツの置き方がいつも安定しないとか、まあいろいろ悩みがあると思うんですけれども、僕自身も今回でさらなる、ね、勉強になりました。もうこういうめんどくさいことをやった方が絶対上手くなるので、皆さんぜひ、やってみてください。ということで、ではここから解説入っていきたいと思います。でおすすめの練習方法はもちろんこのアニメ私塾さんの動画を見ながら一緒にトライすることなんですけども、内容を超簡単にお伝えしますね。これは僕自身がこれやりたいなと思った箇条書き目次になっておりまして、まずね、この基本的プロポーションを覚えなさいと言っておりまして、で、このアニメ私塾さんのいいところは、市販のとか世の中に出回っている、ややこしいプロポーションの比率とかもね、超絶簡単にしてくれてまして、これを基本的なプロポーションを覚えましょう。これ死ぬほど簡単なので、まずこれを覚えていただいて、その後その顔のパーツの比率をまあちゃんと理解した上で、いろんな方向のね顔を描いていくんですけども、その際にも、球体とか卵とか簡単なシンプルな形に目をつけて、その目のポジションで、方向を伝えていくっていう簡単なやり方になってます。それができるとね、あらゆるアングルが描けるようになってくるので、はい、でここからは、まあ、年齢による変化とかアングルによる伝わり方の違い、この辺は応用編なので、まあ難しくはないんですけども、おまけですよね。でこの後、僕自身このデフォルメされた、アニメっぽい可愛い頭蓋骨と、写実的な、写真って書いてますけども、リアルな頭蓋骨の形をですね、この基本的な卵と目の位置っていうところから発展系でインプットしていく練習をしておりますので、完全に覚えたいという方はまた同じことやっていただけたら、僕みたいなぐらいまでは描けるようになっていただけると思います。最後には似顔絵に適応したらじゃあどうなったかっていうね、僕自身結構苦手なんで、そこにいい影響が及ばされたのか否かというね動画になっております。ということで、ではこの動画、まず基本的なプロポーションなんですけども、ここ、ご覧いただければ、まあ、分かるかと思
思います。超絶簡単です。こう書いていきますけども、2分の1の連続って書いてるんですけども、単純に顔を、まあ、このまず球体を書きますよね。球体が難しいんですよね、でもね。で、最初はですね、この球体、卵で考えて、大体の比率を覚えるということで、まあ、この絵を半分に切る。で、目がちょうど真ん中にあるっていう、まあ、これは有名なところなんですけど、で、この目から下、この辺からは結構ややこしいんですけど、リアルに考えると。ただ、このアニメ主塾さんでは、目の下から、目から顎が先までを2分の1にしたところに鼻、鼻と顎を2分の1にしたところに口、2分の1の連続ですよね。で、髪の毛の生え際も目と頭部の真ん中に生え際ということで、これぐらいだったら皆さんも今覚えれるでしょという内容になってますので、この2分の1の連続をまずは一旦ねインプットしていただければと思います。さらに横顔ももう同じですよね。2分の1の連続、ただ、この耳の位置に関しましてはちょうど真ん中に行きます。ちょうど大体ちょうど真ん中、これをねもう覚えていただければ、買ったも同然です。まずこの基本的なプロポーションは、クリアですよね。次、方向を変えて描くよということで、これも皆さん一緒にトライしてみてください。すごく簡単だっていうのに気づくと思うんですけど、まずねこの卵みたいなのを描いて、目の方向だけで、人の顔がどこを向いているかっていうのは、ね、示せるんですと。ただこの卵を描くっていうのが、僕自身すごい重要になってくるかなと。卵じゃなくてもいいですよ、まあ、球体でいいんですけども、このねこの正中線っていうんですけど、物体の中心の線、輪切りにする時の、線なんですけども、これ縦のラインの輪切り、後ろはちょっと薄く書いてますけども、でこの手前の輪切りですね、こんな感じの、これを皆さんちょっと書いてみてください、まあ、物体を透明にして輪切りにして考える癖があればね、すごく簡単になっていくと思うんですけど、むしろこの輪切りだけでも方向性示せますよね。はい、でその輪切りを、正中線を、意識して、まず球体書いていただいて、真ん中下と十字に書いていただいたら、次輪切り、輪切りで方向を示します。この十字っていうのが、だからその絵を描くときに、ね、よく似顔絵描くときとかも十字線引くと思うんですけど、まあ、中心の線でありつつ、この正中線、輪切りの線で考えると、まあ、どこにポイントが来るかも分かりやすいと思うんですけども、次にね、目をつけていっておりまして、見てください、これ。ちょうど真ん中に目が乗っているということと、この真ん中の中心の線のところが真ん中なので、この真ん中の線のちょうど真ん中に目を置いたらいいわけです。すると、こんな感じでね、目を置くだけでも人の顔、方向性が出てきますよねっていうのが、まず一つ目の、入りになってます。なのでね、目の位置だけで方向伝わるよねと。あとはこの鼻と口つけるだけです。で、鼻と口もさっき皆さんにお伝えした通り、目から顎の真ん中に鼻。鼻の下の鼻と、顎の真ん中に口。はい、もうこの繰り返しで、単純な顔は描けたよねと。はい、この十字方向を描けたら、次はね、こういう感じでブレンドして、この斜め方向皆さん描いてみてください。ここでも重要になってくるのは、目の位置もそうなんですけども、この輪切りにするね、正中線っていうんですかね、これをイメージしていただけたら全ての絵に応用できるので、まあ、この癖つけてみてください。これね、今から描く物体の表面をね把握する上でもすごく便利な癖になりますので、はい、でどんどんこう自分もね一発で描けない時は全然あるんで、描いてるうちに、あ、これだってなります。で目の点と鼻の位置とね、これだけでもう全然人の顔ですよねっていうことです。なので、まあ、お絵かき始めたての方でもこの5分間ぐらいでこれ習得していただいたら、もう人の顔は描けるという形になります。で鼻とか、もうこの三角、横から見たらこんな感じですし、まあ、下から見たらこうなんですけど、これ難しいという方はまずマークつけるだけでもいいと思います。はい、で耳なんですけども、耳はこう真ん中にあるので、ちょうど、まあ、目の高さに上ぐらい、まあ、目の高さぐらいって覚えたらいいと思うんですけど、で特にねこの十字線、輪切りにしていただいた時に、この真ん中の線じゃなくて、こう横の線、こう書いてないですけど、ここ分かりますかね、この右上向いてる人の横の中心線、正中線も引いてるんですけども、そことこの目のラインが
重なるバッテンのとこにこう耳が来るんでね、ここです。これだから線引いてたらおのずと耳の位置もイメージできます。ただまあシンプルに覚えるとしたら、上を向いてたら耳下に行きますし、下を向いたら耳上に行きます。はい、空間を描くっていう動画ご覧いただいたらこの辺もすごく入りやすいかなと思うんですけども、はい、まあ、ここどうしても分かりづらい場合、立方体で考えるっていう風にお伝えしてまして、これは前回の動画の何度おさらいに近いですね。球体で分かりづらい方も箱でね、箱から入ってもいいと思います。でここまで来て、いつも今まで僕自身がヘルメットから描きますとかってねお伝えしたと思うんですけども、このヘルメットっていうのがこの、まあ、僕自身の勝手な考えではあったんですけども、こういうことですね。この卵くんを捉えやすく、人の顔を、ね、捉えやすくするためにヘルメットとして考えてたよっていう内容なので、やってることはもう同じです。こういう形、こういう形から始めてました。人の顔を描くとき、ここまで来ましたら球と目だけで描き始めるっていうの、皆さんトライいかがでしたかね。ここまでやっていただきましたら次の項に行きたいと思いますね。あらゆるアングルで描いてみるということで、まあ、とにかくこの僕は輪切りを皆さんに覚えていただきたいとね、球体描いて、半分に切りまして、次4分の1にしてっていう、こういう遊びしてみてください。で僕自身もこういう正中線、ここのフロントの部分、前の部分はこのカーブがねおかしかったりとか、全然下手なんで、それでもねあるとやり描きやすくなります。球が難しかったらボックスでね輪切りゲームしてみてください。とにかくまあここ書いてますけど、透明に見てください。で先にですね、あの年齢別の書き分けっていうのをやっていきます。これはこのアニメ私塾さんに載ってた情報でありながら、こちら花さんの似顔絵動画の、ここですね、花さんのレッスンでもやってるということで、赤ちゃんの描き方っていう動画が以前あったと思うんですけども、それがいわゆる可愛く描く、幼く描くっていう動画の、まあ、応用編になってます。基本的な考え方としては、このベースが成人男性、成人の人がいたら、子供は縦に短く、大人は縦に長くなります。で目の位置が子供は下に、大人は上に、これは絶対に守って意識していきたいなと。で僕自身ライブスケッチを花さんとやるときとかはもうね、赤ちゃんとか子供も、成人の人の顔で描いちゃうんで、この辺改めて、ちゃんと守っていきたいなと思います。可愛くなるんで。でこれスノーっていうアプリあると思うんですけど、みんな使ってますよね。女の子とかでもなんか写真と違うんじゃないかみたいな。あれはですね、こう顔をちょっと縦に短くして、目を大きくするので、まあ、言ってみれば童顔にするというか、可愛くするっていうことで、このスノーと同じ原理ですよね。これはあと子供に戻るスナップチャットのあの動画もあったと思うんですけども、それも基本的にはそれを、プログラムで勝手にやるようになってるということなんですけども、であとはですね、アングルによる見え方の違い、まあ、この2つはもう応用なんで一旦無視しても大丈夫なんですけども、こうやってね、上から目線の人と下から見て上目遣いの人っていうことで、下からアングルって書いてますけど、上の方のアングルですと目の高さが上に行くので、大人っぽく強そうとか、ちょっと圧力を感じるっていう風な印象です。この下の方だと上目遣いで可愛い感じということで、まあモデルのかっこいい系の人の写真はまあほとんどこんな感じのだったりとか、アイドル系でしたらこんな感じのアングルが多いっていうことなんですね。これも本に書いてる内容です。なんでこう怒ってるおじいちゃんはこうね、こんな風に書いたりとか、逆に怒られている可愛い少年は、こんな感じでごめんなさいみたいな感じで、書くといいですよと。まあこの本は一貫して自分が伝えたい、見せたいものを見せるにはどうするかっていうのを考えさせようとする本なので、このアングルによっても伝え方が変わって、これ似顔絵に使えそうですよね。はい。で、ここからでは今ざっくりご紹介したんですけども、要はこのアニメ私塾さんで、人の顔の描き方でお伝えしているのは、以上となります。人の顔を2分の1分割でポジション覚えたら、簡単な物体でここまで描けるようになったらいけるっていう内容になってます。まあ正中線のこととかは書いてはないんですけども、その辺はまあ僕的にいいかなと。であとはこの年齢別の書き分けと方向による書き分けという形なんですけども、ここからは、僕自身オリジナルの練習になりまして、このですね卵人間から次はちょっともう一つ上のところに行きたいと思います。
まして、次回はということで出てますけども、これね、卵からディズニーみたいなキャラクターの頭蓋骨をにグレードアップしたいなと思います。なのでちょっとね、卵くんよりちょっとクオリティ上げていこうかなと。まだリアルにはいかないんですけども、で、それがここからになります。